広がる社会運動、労働運動が盛んになり、労働組合などの指導によって労働争議がしばしば起こることになりました。また農民運動も盛んになり、小作業の見学などを求める小作争議が多発しました。農民運動の組織として1922年に日本農民組合が結成されました。社会運動が盛んになると社会主義を目指す運動も再び活発になり、1922年に日本共産党が密かに結成されました。女性差別からの解放を目指す運動では、明治時代末に雑誌政党を創刊した平塚来長が中心となって、一から不正だとと女性の政治活動の自由や女性の参政権の獲得などを求めていきました。明治初期時代の初めに解放令が出された後も差別に苦しんでいた人々が立ち上がり、1922年に全国水平社を結成しました。北海道では1930年に北海道アイヌ協会が設立され、アイヌの人々の社会的地位の向上を目指しました。政党の宣言、原始女性は実に太陽であった、神将の人であった、今女性は月である。他に他によって生きたの光によって輝く、病人のように青白い顔の月である。